汁と。これで美味しい料理作ってよ。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。都市伝説のコーナー。あー、そう入る。ぜひね、時は都市伝説のコーナーって思って始めるんですよ。あれ、特許持ってるんで。正義のものやから。そうそう、じゃあ使えないの、ね、勝手にやったら。あー、オッケーオッケー。声大丈夫お前。え、すごい。若干ね、ちょっと気になってたけど。気になるじゃん、どうして。大気の裏に天竜がちょっと残ってる。酒女ってやつは知ってますでしょうか、ね、なんで有名になったんだろうって思ったことはないでしょうか。広まったのって1970年代なんですよ。あ、そんな昔じゃん。 TikTok じゃない。違う、 TikTok、 ミクシーミクシーミクシー TikTok じゃない。ミクシー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 でもねえんだよ。違う、これ何ツッコみたいって言ったらここにここ置いとくんで、叩いてかぶってじゃんけんぽん。そうそうそう。俺もあったよそれ。あれしょ、塾で違うさ学校から来るじゃん。その学校から聞いたよって友達から。そうそう、聞いたよ。大体友達のそのさらに知り合いがそのさらに友達、この人から聞いたって噂話、言われるんだけど、じゃあ一体それ誰なのって言ったら、うん、そういえば誰なんだろうってなるわけ。ああ、ね、だから出典がわからないのに、なんか知んないけど全国中で知り渡ってるっていう。おーおー、これがすごいことよね。あ、機械ですね。この日本でいう口裂け女、海外版の口裂け女のようなものを2つ紹介しようかな。おお、口裂け女にそっくりかっていうと、まあ別そうではないんだけど、うん、まあただ単に出典がいまいち分かってないけど、ただもうその国ではめちゃめちゃ知られてるみたいな、はいはいはい、そういう幽霊みたいな、はいはい、妖怪みたいな、そういうの中南米で。えっ、一番なさそうや。人こんなことしてそうや。ラテン系したんすか。まあ確かにないこういうことしてそうだけど、いるんですよそれが。それを今回は2つ紹介していこうか。僕が注目してほしいのは2つ目なんですよ。これ全然日本では知られてないんだけど、まあやばいんですよ。あっちでは有名なの。あっちでは有名プラスその話がね、マジで化け物。楽しみだ。とりあえずじゃあ1つ目喋る。はいはい、1つ目のそのまあ幽霊の名前、ラ・ヨローダ。うわー来た、ラ・ヨローダ。せーの、じゃじゃーん。やめろ、あの霊媒師的なかっこいいおっさんがお前。じゃじゃーんの映画ではない。これ実はね、そのメキシコの都市伝説を元に作られた映画なんですよ。マリアっていう女性がいまして、まあ、この人結構貧しい村の娘だったんだけど、うんうん、ある日その貧しい村に貴族が通りかかるわけ。その貴族が、マリア、かわいいってなって、いい感じになって結婚と。マリア側の両親はめちゃめちゃ喜ぶわけよ。まあ、そりゃそうですよ、ね、貴族と貴族の息子と結婚できた、金持ちになれる。ただ貴族側の両親はうわってなえるわけ。なんで、自分の息子はね、いいとこの出なのに貧しい娘と結婚なんてちょっと将来暗いわみたいな、そういう両親に会いたくないから、マリアとその夫で、まあ、遠い田舎ら辺に引っ越してそこで暮らすことにしてたわけで、そこで双子を出産しまして幸せに暮らしてたんだけど、この幸せがあんま長くは続かなかったと。だん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 ね、この男の方が都会に暮らしてましたから、もともと金持ちの暮らしの方が楽でよかったなってなって、よく実家に帰るようになります。まあそれでもまあマリアとその子供二人でまあ仲良く暮らしてたんだけど、ある日川を散歩してたの。そしたら川に馬車があって、その馬車に夫と見慣れない若い女と、あら、不倫か。久々に見たかと思ったら不倫してるっていう状況で、もう本当にもうキレすぎて頭がおかしくなっちゃって、うん、双子の子供を川に溺れさせたっていう。でもうあって我に返った時にはもう二人の子供はもう亡くなっていたと。私なんてことをしてしまったんだろうって絶望で、はい、川で自分も絶命という、はい、で、まあ、ヨローナは私の子供なんて錯覚して、うん、その関係ない子供をさらってしまうと。なるほどね。で、特に川でこの事件が起きたから、はい、川の周辺は危ないって言われてます。あ、なんか引きずり込まれるとか。まあ映画もそうだった、まあ、映画もそうだったからね、うん、もしヨローナの鳴き声を聞いてしまったら、川とは反対方向に逃げなければならないと言われている。ヨローナはあの世へ行くとき、天国に通じる扉で天使から子供の所在を尋ねられたという。しかしヨローナは子供たちを見つけられていないので、天国に行くことを許可されなかった。それゆえに彼女は永久に生と死の狭間に存在しながら
見つかるはずのない子供を探し続けなければならないと言われている。だからそのメキシコでは門限守らないと世の中に連れ去られてしまうよみたいな言い伝えもある。ああなるほど、ね、本当に伝説の感じだ。そうそうそう、まあ有名なんだね、うん、結構興味深いのがね、二つ目ですね。エルシルボ。ベネズエラでよく伝えられている話なんだけど、一説によるとサンタクロースのモデルなんではないかって言われているような人物で。サンタクロース？サンタクロース。もともとね、普通の人間でした。どういう人物だったのかと言いますと、一人っ子で、親にめちゃめちゃ甘やかされて育ったわけよ。しかも結構ね、サイコパスチックなところもあって。動物とかも平気でなんかナイフぶっ刺したり。うわぁ、そりゃやばい。そりゃやばいね。そんなエルシルボン、お父さんにおねだりするわけですよ。お父さん、僕鹿のお肉が食べたいよと。鹿うちいないんだわ、だから今日は食べれないんだわ。これに対してエルシルボンナイフでぶっ刺します。誰さらにもうここで止まることなく解体し始めるんですよ。うわ、自分のお父さんの体ある程度塊、肉の塊みたいなのをこう掴んでお母さんに持ってって、これで美味しい料理作ってよ。うわ、で、お母さんも、この肉一体どこで手に入れたんだろうってちょっと疑問に思うんだけど、可愛い息子のために料理振る舞うわけですよ。自分のお父さんこうやってやばすぎる、やばい、作ってるわけですよ。知らずのうちにこうやってね、さすがにこんな肉は切ったことないし、なんか様子おかしいなってなって、うん、さっき息子がいたところを見たら血の跡みたいなのが滴ってるわけ。ほう、それを辿っていくと変わり果てたお父さんの姿が、足が切り刻まれてるでしょ。そうか、うわってなって、さすがにこんだけのことが起きたら異常だということで、おじいちゃんに相談するわけですよ。で、おじいちゃんに相談した結果、ちょっと確かにヤバいなっていうことで、エルシルボンを監禁することにするんですよ。こう柱にこうロープでぐるぐる巻きに結んで、お前は人の痛みを知れーということで、もう無知でもうめっちゃもう引っ張ったわけです。おじいちゃんが。そう、おじいちゃんが。先に言っとくけど、このおじいちゃんなかなかヤバいです。それでボロボロになったところをロープほどいて、父親のその肉とかをこう一つの袋にこうかき集めるわけよ。でそれをエルシルボンの背中に背負わせるわけ。でこの状態のエルシルボンを放るわけ。でこれ何が狙いかっていうと、の匂いで野犬がどんどん集まってくるわけ。その野犬がブワーって言ってもう集まってくるわけだから食われるよね、普通に。自分もエルシルボンは生きた状態でむさぼり食われる。うわー、でさらにここで終わらないんですよ。このままでいると、むさぼり食われて、そうなっちゃうじゃないですか。はい。それはやめようって思ったわけ、おじいちゃん。ほう、やめよう。なんでね。なんで？やめよう。で、これやめようって思った理由もやばくて、うん、野犬が集まってきた段階で、うん、もうおじいちゃんも外出て、呪文を唱えるわけですよ、ここで。おう、なんでしょう。ビガーデンブレビオーサー。やめろ、急なハリポッター。ポンポルン、ポルンカ。じゃあやめろ、もう世界観が。何の呪文を唱えるかっていうと。はい、呪文を唱えるわけ。え、食われてんの？はい。そう、だからもう永遠にこの苦しみを味わわせる呪文をかけるわけですよ、孫に。え、ぐっす。何すげえ、ね、おじいちゃん魔法使い、ブラックマジシャン。あ、違う、そんな能力ねえやろ。え、どこまで残ってんの？あ、もう普通に体はちゃんとあるんですよ。噛まれる苦しみだけ味わうみたいな。なるほど、そのショック死とかはしないみたいな。そう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 、死ねねえんだ、それ。でも噛まれて体悪いみたいな。そうそう、超皮膚強いじゃん。そういう問題じゃねえ。結果、永遠に生きることになったエルシルボンが、はい、現在もいるっていう感じでベネズエラで伝承されてるわけ、ね。あ、そういうことなんや。今も生きてる。そう、今も生きてると言われています。で、このエルシルボンは片っ端から目についた家に忍び寄ると言われています。入った家で袋開封してお父さんの骨を一つずつ数えるんだって。全部数え終わるまでに家族がエルシルボンの存在に気づいたら襲われずに済む。むしろ幸せが舞い降りると言われています。じゃあそら、骨を数え切った段階で誰も家族気づかなかったら家族みんなされてしまう。やばいよ、気づこう。エルシルボンよりもおじいちゃんの方が怖いわ。これもう裏を返せば、おじいちゃんが呪文さえ唱えなければこんな都市伝説生まれないんだよ。確かにそうだね。永遠に生き続けないですから。黒幕おじいちゃんみたいなもんなんですね。そう、何やってんだおじいちゃん。そう、まあ以上紹介してきたように、口先女しかり、ヨローナ、はい、エルシルボン、この3人、まあ当たり前のように知られてる人物、まあ霊ではあるんだけど、結局誰も証明することができないわけじゃないですか。まあそうですね。にもかかわらずこんなに普及してしまうのは、やっぱ都市伝説チックな面もあるし、ポジティブな捉え方をすれば、やってはいけないことをやってしまったら
最終的にこういうひどい目に遭ってしまうよっていう子供への教訓と捉えることもできるし、あるいは多くの目撃情報がある中でこのうちどれかは本当に目撃したっていう情報で、今でもこのような例が地球上で徘徊しているかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。あなたですよね。あなたじゃないですよ。あなたじゃないですよ。これがエルシルボンじゃねえよ。おじいちゃん。お前全てを兼ね備えたやつか。口裂けるし、おじいちゃんっぽいし、ロケ行く時も背負ってるやん。